ごぼうサラダをレンジで作りました。栄養も逃げなくてシャキシャキ感もうまく残せます。ごぼうサラダはレンジに向いてるレシピです。この器は陶芸で私が作りました。お料理のリクエスト、ご意見ございましたらコメントくださいね。サロンド M クッキングチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。